マリオヌッツィ、通称マリオデフィオーリは、イタリアの画家である。花を描くのを得意とし、マリオデフィオーリと呼ばれた。ローマで生まれた。父親は、イタリア中部、ペンナイン・テベリーナの地主で、母親は、生物画や風俗画を得意とした画家、トンマーザ・サリーニの妹だった。1618年に家族と父親のペンナイン、テベリーナの屋敷に移り、 自然の中で育ち、園芸を楽しみ、花の絵を描いて楽しんだ。17歳になった時、ローマのおじの工房の弟子になった。当時のローマは、カラバッチオの絵画のスタイルが高い人気を保っていて、おじもカラバッチオの影響を受け、また、カラバッチオと圧力のあった画家であった。1625年に、おじが死去した後、おじの工房と顧客を引き継ぎ、1628年に、 イギリス出身の女性と結婚した。美術収集家のカシアーノ・ダル・ポッツォや、バルベリーニ家などの有力な顧客からの支援を受けるようになった。この頃フランドルの画家、特にダニエルイ・ヘルスの生物画の影響を見せるようになった。1657年にアカデミア・ディサン、ルカのメンバーになった。1658年からは、キージ・スーキ教の宮殿の装飾画を描いた。ラウリ。 マラッティ、ブランディ、メイといった画家が人物を描き、ヌッチは花を描いた。弟子にはベルナスコーにベッティービンビラがいる。花花瓶と玉ねぎ。ありがとうございます。